こんにちは、土の子です。さあ、マリオ&ルイージ RPG ペーパーマリオミックス続きやっていきましょう。前回のね、デカ散歩戦大苦戦しましたが、結構ね、やっぱみんなも苦戦してるみたいでよかった苦戦してない人もいたけど、苦戦してる人大多数でよかった。なんだおお。で、こっちに行くのね。了解っす。じゃあちょっとこういうの回収しながら行きましょう。はいよー、美味しいね、50コインは。どれどれ、何がいるのかな、この先は。クッパ城だよね、もう。いよいよクッパ城ね、早くね。気を引き締めていきましょう。はーい、よし、じゃあ行くか。よいしょ。まずはハテナブロックをちゃんと取んなくちゃなんか何にもなくて気味悪いな、ここ。おお、びっくりした。え、なにこれあ、カメックじゃん。ふーん、なかなかいい出来だね。ただもう少し私に似てたらもっとよかったね。いやいや、私に似て完璧な出来だよ。私みたいにもっとこう鼻筋の通った感じにしてさ。ダメだよ、そんなことしたらブサイクになっちまうだろ。何よ、そのペラペラな顔でよく言ったもんだね。なんだと、そのもっこりしたでかい口で何を言うか。マリオさん、新しいドデカクラフトができたので持ってきました。お、そうこうしてる間に厄介なのが来たね。ブサイクカメククラフト、マリオたちを潰せ。ブサイクは余計だよ。またあれかな、クリボーで動かすのかな。え、ちょっと待って、今度ルイージなの、まさかの行くぜ。これはルイージの方が強いと。ドデカクラフト、ルイージ、まさかの。あー、なんかクリボーがいっぱいいるんだ。で、ハンマー持ってる。どうやって戦えばいいんだ。ルイージの放り投げ講座見てみましょう。ルイージの放り投げはハンマーで攻撃、トゲトゲの相手にも効果抜群だ。へえ。あー、ちょっと待って、危なっ。おらっとよいいぞいいぞ。あ、早く早く早く。あ、で、これ、そうか、こういうことだよね。あれ、ちょっと待って違った。サンボとかにもあれで対抗できると。ちょ、まずい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 、ちょ、待って。来る、オッケー。おい、はい、くるん、ポンと。で、ポン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 倒していこう。はい、残念だったな。はいはいはい、ういよー、くるくるーん、ストーン、ストンピング、オッケー。さあ、ここでサンボをこのポン。あ、やべ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 どうしたらいいんだこれ。危なっ。はい、あ、よしよし、この時だよね。え、結構大変ですね。はい、くるーん、トーンよし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 、できてるできてる、いいぞいいぞ、できとるんじゃ。あれか、おーい、はい、よいしょ。これで横からトーン、あ、横からトーンじゃダメなのか。おいはい、くるくるーん、パーン、よしよしよし、できたできた。さあ、あとは
あぶね、間違えた。いくぞ。はい、ここでくるくるくるストーン。すぐ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 。はい、あーもうないダメだ、早く逃げろ。タン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 、なんか FF 思い出すな、聞く手の音楽思い出さない、これ。でん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 FF4 の引く手の音楽を思い出すな、これ。さて、ここで来ていただいて、こう逃げるでしょ。でくるっと回りまして、ピコピヨになるから、すぐにこれでストッピング、完璧すぎる。よし、であとはここにいるんか。はい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 、オールケー。くそ、危なっ。全然来ねえじゃん。おぶねえ。よいしょ。おーい。これでーい。よし。どんどんやっていこう。やべ。大丈夫かこれ。はい。そうそうそう。これでー。はい。くるくるになったらこっちのもんよー。よし、あとはサンボな。おい、サンボおいで。こっちほい、くるっと回りましてと。ピヨピヨなっちゃうの。あらー、かわいそうに。はい、こうしてと。はい、くるっと回りまして。はい、くるーん、トン強ーい。来たか、なんで一回転するの、カメっ子の視点これ。ほら、この魔法のパワーでレイジをやっつけておしまい。ドデカクラフトカメック。おー、強いのか。弱そう、ルイージ大丈夫かな。ほら、はっし、強そう。こいつに触ったら痛い目に遭うからね。キー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 、触っちゃダメと。なるほど、ちょっと怖いね。うーん、なるほど。ちょっとここを来て向こうで踊ってる。ちょっとマックスまで増やそう。かわいい、カメックも踊ってんのがいいじゃん。さあ、これ来てるけど、どうする、どうしたらいいんだろう。近くに寄っといた方がいいんだよな、きっと。うわ、なんかしてる。あ、なんかふわふわやってるね。あらよー、こうですか、わかりません。よし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 。で、あそこにいると。はい、あ、疲れてる疲れてる。あった、マジ、くそー。ここで、あれ、ちょっと待って、結構きついな。あ、待って待って、あ、ちょっと待って待って、あ、ばばばば、違う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 よ、こうね。よし、あ、まずいな。結構こっちにちゃんとホーミングしてくる。あ、でもふわふわなってる、もしかして。あ、ミスったかも。やばいやばいやばい当たっちゃった失礼しました。わあ、びっくりした、ちょっとこっち側寄ってこないでよ、危ない向こうで踊ってくれてる、優しい。
てんてんてん。あー、バロン軍を思い出すな。よし、さてで、これ広いとこ来たでしょ。クーって言ってるから、これでこう、オッケー。うっそ、マジかよ。ちょっと遅かった、初動が遅かったか。これよし、フーって言ってるとこをちゃんと押すと、オッケー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 。何今の。おい、今のなんだよ。いや、これ多分間に合わねえな。ですよね。何今の。どこ、目回ってる。くそー、何あれ、やば。ふうふう言ってるね。間に合い、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。ちょっと待って待って待って、これ行こうこれ行こう。危ない危ない危ない。てん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 、よし、いいぞ。ふう、なかなかお強いですね。スーッと、よし、ピヨピヨ言ったら、あ、こんなところに、よいしょ、いけ。あ、うそー。避けられたー、マジかよ。よし、これはさすがにいったはず。はいよー、よし、なんだ、生意気だね、あんたたち。私たちを怒らせたらどうなるか分かってるのかい。調子に乗っていられるのも今のうちだよ。あんたたち覚悟しな。ボロボロじゃねえか。強くなってんのかな。ほら来いや。ん、何これ、怖っ。ほらよ。攻撃は最大の防御なり。どこ行った、あ、あれか。ボロボロじゃねえか。ほい、あー、マジか、くそー、やられた。ちょっと増やそう。ドンドンドントントン、よし、いいぞ、よし、こいや。もう当たっちゃったらダメなのがきついな。そうだよね。これですよ。あ、やった。同じとこに同じとこにいて行ってくれて助かった。いるんでね。はい。よっしゃー。隠れてからのそのままね、移動すればよかったのに。ウェーン。勝ちました。何もらえた？お返しウェア、ダブルワンナップキノコ、いいね。ちょっと後に取っときたい、ああいうの。ね、やっぱりブサイクなどでかクラフトじゃダメだね。次は見てろよ、ブサイクは余計だよ。仲いいんだから二人とも。
よし、ドデカクラフトも一応大丈夫ということで、進んでいいのかなこれ。なんだ、何が落ちてきた。橋が、なんだって。鉄球が橋に命中しました。マリオたちはどうなった。マリオたちには当たらなかったようです。砂漠と城をつなぐ橋が壊れちゃいました。ふん、構わん。例の計画が進めば橋もいらなくなるわ。それよりもっと撃て。ここでマリオたちをやっつけてしまうのだ。あららららら、あわわわ、おお、めちゃくちゃ命中率いい。あわわわわわ、あら、あら、調子に乗りすぎたみたいね。ロイ、ウェンディ、ラリー、マリオたちを例の場所に連れて行け。おい、ブル軍団、こっちだ。おー、久しぶり、クッパシティニッシュ。最近、出番が全くないもんな。おお、まさかの、え、本まで。あの場所に行ったら二度と出られないからね。本はいいの。そういや、ペラペラな俺たちっていないよな。そういえばそうね、私たちと同じで忙しいんじゃないの。まあ別に問題ないわ、私たち7人で十分でしょ。ん、なんだこれ、マリオたちが持ってたのか。何か大事なものなんだろうな。ふん、捨てちまう。待て、あ、坊ちゃん、その本は僕がもらう。捨てちゃダメだぞ。え、あ、まあ、はい、これだ、やった。よし、本を持って帰ろう。ああ、連れ去られちゃった。まさかの。うわ、縄で縛られてるよ、よく見たら。ギチギチ。あ、落ちた。絞ったら落ちた。ん？大丈夫？もぞもぞ、おお、縄抜け成功。まさかマリオがこんな縄ぐるぐる巻きにされるなんて、こんなシーンあったのか。スーパースターが。マリオたちは再び自由になれた。動けるようになったのはいいけど、ここから出る方法も考えないと。任せて。ほらすごい。そうか、なるほどね。ペーパーマリオなら簡単だったわね。おお、強っ。鍵探しに行くのかと思いきや、そうではない、強行手段だった。どうしたのルイージ。あれあれ、おかしいな。どうしたのルイージ。ペーパーマリオたちが出てきた本がない。どこかに落としたの。もっとちゃんと探してみて。あれ、おかしいな。どうせ僕なんかダメなんだ。そうよルイージ、なくしちゃったもの。確かに、何このいじけ。ねえマリオ、もしかしたらペーパーマリオたちはあの本がないと帰れなくなるのかしら。僕のせいだ。ごめんなさいルイージ、あなたを責めてるわけじゃないの。大丈夫。そうそう、クッパをやっつけたら後でみんなで探しましょう。大丈夫だよ。何これ、あ、涙を拭いてねってこと、自分で。ああ、べちゃべちゃだ。レッツゴー。まずはここがどこなのか歩いて調べましょう。
よし。ここは？あ、これで入れる。おい。あ、あなた、もしかしてマリオさんですか？どうしてこんなペラペラな姿に？それはともかく、クッパ軍団はここで何かを集めて悪いことをしてるよと しようとしているみたいです。私たちも逃げ出したのですが、軍団の監視が厳しくて。ですから私たちはしばらくここで様子を見ています。なるほど。そういえば、装備しとこうかな。お返しウェアにしました。ここはどこかのエリアの地下洞窟みたいです。どうやらこの地下には特別な鉱石があるようですよ。クッパ軍団はそれを何かに利用しているようとしているみたいですが、それ以上は私たちもわからないんです。クッパたちはこの地下で取れる鉱石を必要としているらしい。そのために私たちを働かせて鉱石をクッパ城へ運ばせているんです。その鉱石は悪いことに使うに決まっています。いつになったらここから出られるんだろう。逃げても無駄だ。あら、お前たちが逃げ出したことはちゃんとお見通しなのさ。わあ、強そう。お、なんだ、俺たちと戦うってつもりか。なあお前たち、マリオが俺たちとバトルしたいってよ。本気で俺たちとバトルする気なのか。え、じゃーん、これはお前たちから取り上げたものだ。アタックに逃げるブロックにアイテムブロックもあるぜ。お前たちを牢屋に入れる前にこっそり取り上げておいたのさ。没収だ、没収だ。アタックのブロックなくて俺たちを倒せるかな。ほらよ、返してほしかったら俺たちとバトルするんだな。いつでも相手になってやるぜ。丸腰のお前たちが俺たちに勝てるわけないけどな。お尻ペンペン。さあお前ら、見張りの仕事始めようぜ。マジかよ。モンスターたちを全部倒して取られたものを取り返しましょう。レディースタート。なんか始まったなんか始まった。普通にあるけどハンマー。おい、こんやろてめえハンマーあんだぞこっちは。怖っ。よし、オッケーぞ。おいほい。あー、ミスった、くそやったブロックを逃げるを取り返した。よしよし、そういう感じな。どこにいる。おい待てい。あ、くそ、普通に戦っちゃった。よし、逃げる逃げるじゃないよ、ね、逃げるじゃないね。逃げるしかないんだけど、ブロックが。あ、何もしないがあるわ。おし、こいや。はい、これは普通。オッケー、よーし、これはできるね早く早く、何もしないから奪還したい。これは普通、これも普通、普通じゃない、全部遠いやつ。はい、よし。あー怖い、これ。よし、これは大丈夫。はい、オッケー、できました。ぶっ飛びロケットとんがりシェル取り返したよ。着そ、普通にハンマーあるのおもろいよね。よし、じゃあぶっ飛びロケットでいくかほらほらよ、ぶっ飛ばしてやるぜ。どっち。おいおい、ストーン完璧、強いぜ俺らは。スーパーマリオ、ハンマー取り返した。よし、レベルもアップ、レベル7。よっしゃ、ハンマーで殴ってやるぜ。やったね、ハンマーエクセレント。トリオカイトを取り戻した。でんでん、はい、やった、なんか出た。
お？アミーボを使うとキャラクターカードレベル1に変化させることができます。来た来た、アミーボのやつ。取られたものを全部取り返しました。いつもの状態に戻りましたよ。やったね。これでやっと元通りになったわね。でもまだまだ油断しないでね。さあ早くこの先へ進みましょう。よし、これでこっち行っていいの？なんか普通に、でもこっちはじゃあ、ん？あ、これこれでまだ行けないのか。なんかあるぞ。あ、鉱石がある。はは、なるほど。こっちはまだ行けない方か。あ、やべえ、マジか、強え。ペラペラの方がむずいな。よし。ルイージクラクラになっちゃった。なんだこれ。この看板から南に行くとある壊れかけの橋には近づかないこと。あれか、あ、何あの鍵、ちょっと怖いですね。はい、ということで、じゃあ今回ここら辺では終わりにしておきましょうか。次回はあの右下の怪しい鍵を取って、ここの門を開けて進んでいくって感じでしょうかね。僕たちはここから逃げ出せるんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。